はい、やっていきましょう。先手引いた。先手引いたぞ。船戸女流と、に、船戸女流に教えていただきます。で、船戸女流には前、なんか引き角鬼殺しをやったんですけど、今回は元祖鬼殺し。元祖鬼殺し最強説、提唱していきます。これね、昔の棋譜で、永瀬当時六段と、ソフトが対局した棋譜があって、それがね、ソフトが鬼殺し、永瀬六段が、中飛車っていう棋譜があるんですよね。だからもうイメージはできてる。イメージはバッチリ。これ、歩突き同歩同飛車から横歩とかは、ちょっとこれ通り過ぎて怖いか、一回ぐらいは玉書こうか。これ、でもそうか、それやと、そうか。歩突き同歩同飛車をこれで受けられんのか。確かに。確かにその辛さいずある。その辛さいずあるね。まあ、飛車浮く意味もあんまりないか。いや、でも浮かないと、次飛車寄りは、が受けにくい飛車なりが。ただ飛車すぐ寄るのは桂ならずがあるから、一回金かな。桂打ちのこう両取りっていう隙を受けといて。これは浮くしかないか。桂ならずがなくなって次飛車寄りがきついから、飛車寄りに歩突きを用意して生きていく人生を歩ませてください。お願いします。これどうなんやろ。てか時間、タイムマネジメント。タイムマネジメント大丈夫。はい、ミッションコンプリート。桂損という名のミッションをコンプリートしました。これ、角打ちあるから、歩突き同歩で角なり無理やりして角打ち目指していきたいな。同歩なら角交換から角の飛車桂両取り。桂馬が取れればここが弱くなるので、歩成りからの突破も見込めるのが結構嬉しい。結構この中飛車に対しては、中飛車でこう左玉、こっちに囲ってくることあるんですけど、それに対してはここの歩突きで攻めていくっていうのは、手筋というか定石というか、よくありますね。だからここついて反撃していく筋は見せていきたい。まあ、その定石に比べて私、桂損できてますからね。まあ、負けようがないんですね。銀上がりは渋いな。取れるけど、引いといて次の銀見せれば大丈夫ってこと。渋いね、それは。そのまとめ方は非常に渋い。すごく渋いまとめ方をされていらっしゃる。されておらっしゃっていて。飛車回って歩突き見せたいけど、ちょっと銀で歩回収しに来る手ができてしまうのが気になるところではあるんですね。飛車回ってたら金上がると思うんですけど、その金を上がらせた方がいいのか、玉から離れると見るか、金上がったことでここら辺が手厚くなるので、その相手にとってのメリットの方が大きいか。玉離れるデメリットが大きいか、ここを守ってるメリットが大きいか。まあ、ちょっと嫌かな、金上がんの。これで飛車回って、なんか真ん中から、バチ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 、いけないっすか、これで歩ついて。危ないかな。でもこっちは危ないとか言ってられへんもんな。こっちはもう危ないとか言ってる場合じゃないんですよね。実はか。これは受けると、まあ、端角あるから、相手の方が得。玉から銀はね、美濃囲いはやっぱ桂馬の筋、食らいやすくなるから、美濃囲いにするのあんま得じゃないと思うよな。まあ、受けとくか。わからんし。わからんし、受けときまさ。まあ、多分金ぐらいになるんでしょうね。金上がって中央補強するのは、桂の両取りの筋ができるから、そんなに得じゃない気がする。そんなに得じゃない気がしていて。何指す何指すこれ玉って得美濃囲いにすんのそんな気がするんよな。でも玉寄ってから金はこの金が浮くからやりにくいし。玉やったら銀なんだけど、美濃囲いにすることが全然嬉しくない。びっくりするぐらい嬉しくないですね。いやー、でもちょっと酔って間合い測るしか分からなかったっす。自分。
ん？ああ、そうか。歩成り同金があるのか。歩成り同銀なら角成りがあるからあれやけど。飛車回ったら金上がり。いやー、まずい。なんか嫌な予感がするぞ。ちょっとこれ取られたくないから寄る？いやー、しかしこれなんか金でこれ結局取られるって見せられるから、自信ないんじゃない？まずい。ただただ。いや、そんなことない。そんなことないよ。形勢は全然いい。うん。形勢は全然いいんです。はい。なんで私が負けだと思ってるんですか？継存してるんですよ。継存できてるんですよ。なんで皆さんもっと継存を信じないんですか？こんなに言ってるのに、皆さんちゃんと継存してます？ねえ。一日一回継存しようねって言ってるよね。なんでしてないの？信仰心足らないんじゃない？ちょっと。まあ、銀出て、風に銀出て、圧かけていくか取って銀。これでも桂馬の筋できちゃってるからな。まあまあ、でもこれで銀で圧迫するって見せれば、まあなんていうか、言い分はあるよね。やっぱ言い分ない将棋ってきついんですけど、これ銀行くか。飛車引いてくると思うんやけどな。来ると思います、これ。銀で、引いてくれたら回っといて、まあそこそこに自信はあるんだけど、銀でこうがちょっと怖い。でも取られんのは相手としても、もう相手がもっと怖いと思うよな。さすがに。銀で取って取って飛車は角かわせばいいか。よし行こう。逃げて。逃げて。逃げてください。逃げてください。逃げてください。おいおいおい。いや、わからんけど。逃げられて本当にいいのかわかんないけど。桂馬とかあるしな。あ、金か。次、歩で押さえてくるから、こっちも歩で押さえとく。あと一回金上がりたいな。桂打ちの筋緩和して。形勢どうなんやろ。桂損してるからよしか、こっち。桂損してるからよしってことある？その説はあるよね、結構。桂馬使ってくる。これ、金上がりたいけど、角が角成り狙って気持ち悪いんかな。でも、角上がると、ここが弱くなるから、歩突き同歩同銀みたいな筋は狙いやすくなるんよな。いやー、ちょっとそれを考える時間がない。いや、もう気合で上がるか。角は怖いでしょう。そう、プロの先生に、怖いでしょうとか言うのもあれですけど。ちょっとね、もう、いつもの感情出していかないと、ね、力が発揮できないんで、やっぱ力が発揮できない。これが一番失礼なんですよね。失礼ではないか。そういうこともあるか。しょうがないですもんね。力が発揮できない。そういう日もある。いや、すごいことなってきた。ちょっと待って、それ大丈夫なのか。あえて歩打つはあるけどね。馬寄られて角取りが嫌か。歩打っとけばこう銀ぶつけられるんでってことなんですけど。歩成りは同金か。ん、それでも銀出て同金なら飛車成りっていう筋はある。何が一番いいやろ。ここちょっと重大。重大発表。重大発表あります。歩打って馬で銀。角取って銀なり同玉金。同金同歩なり同飛車。でもそれは攻めつながる気がするな。歩打って馬で銀。取って銀なり同玉金。逃げて取る。同銀歩なり。それも攻めつながる気がするな。いやーでもちょっとなー。ちょっとうさんくさいよね。歩打って馬引きで銀。それでも飛車取っても同金の筋があるから大丈夫やと思うよな。じゃあ、あえて行ってみるか。つぶって。なんで押せねえんだよ。押させてくれよ。右上の黄金のボタン。お前いつもアピールしてくるやん。プロの先生の前では日和よって。プロはダメです。プルプルみたいな。鬼神が日和ってるわ。よくない。桂馬。それはでも馬寄って、
狙ってきた変化と似たようなことなるかな。銀出て、角取らせてる間に取って攻めていけば、さっき馬寄って角取ってみたいな変化読んでたんですけど、うん、それと似たようなことになりそうというか、これ馬だとこう聞いてたんですけど、この取り方だと、こう自陣に効きにくいんで、うん、さっき想定してたより攻めやすいんじゃないかっていう疑惑自分の中であるんですけど、もう勝ち、なんか、ワンチャン勝ちそうになっててちょっと、もう席出てしまった。席まで出てしまっている。皆さん、この季節の変わり目、気をつけてください。私は最近筋トレを始めました。私の来年の目標はゴリマッチョになることです。来年の目標とか、来年の今頃もゴリゴリになってるんで、ちょっとスマホを破壊するかもしれないです。もうタップの力が強すぎて。皆さんにゴリマッチョになった空をお見せする日も近いですね。いやー、それは危なそう。それは危なそうだけど、具体的に何と言われたらすいません。ふーって同飛車、銀成り、同桂銀、あ、銀打ち同金か。ん？ふー同飛車、銀成り、同金は同角成り、同桂に金打って、同金なら飛車成るとかある。銀成り同金、銀成り同桂か？で、風ついて、単に銀成りは同桂は風ついて、同金は取れる。同金は同角で、同金なら飛車成れる。銀成り同金は同角成りで、同桂に金打った手が同金に飛車成りを見せつつ、銀の王手金取りを見せている。いやー、きついんじゃないかな、それ。でも、金打って風打って銀で逃げて、もう完全に自分の世界に入ってしまってるんですけど、角な、ちゃちゃ、銀だって同金、同角成り、同桂。一回歩打ちは入れた方がいいか、同飛車金。で、銀打ちの王手飛車を見せる。いや、いけると思う。僕、いけると思う。同玉は同角成りがあるから無理。同桂は歩突きで。引かれて難しいんかな。同金は同角が、ああ、それがあんのか。一回歩、歩打ちは逃げられる？それ飛車切って同金銀がある。一回歩打って、同飛車なら銀打って同玉歩成りで行こう。よし、それ。いやーでもちょっとこれ、頭打った。それ飛車切って同金銀は？ちゃ。飛車切って同金歩成りは取られるか。歩成りは同玉。いやーそうか。いやーむずい。歩成るか。同玉。同飛車は金取れるもんね。銀捨て同玉飛車。銀捨て同玉飛車が銀取りですやん。でかすんぎ。それでかすんぎなんですね。これ取れんのもでかいし、飛車なれんのもでかいし、歩なれんのもでかい。でもこれブラブス。ちょ、もうテンションがおかしい。勝てそうでテンションがおかしくなってる。勝ちたい。勝ちたい。これ勝ちたい。それは、歩なって取って取るもあるね。飛車なるもある。飛車なると銀で固められるか。どれ？飛車なって銀は硬いか。それ、金打ち同銀、歩成りがあるか。逃げて、いやー、ちょっと違う。いやー、なるか。切って同銀取るわ。と金引いて攻めていくか。いやー、わからん。時間ない。指導対局ってこっちの方が大体時間勝つのに。全然勝ってない。将棋ウォーズの、なんかここ1年の、指してる量で言ったら、こっちの方が自信あるから、時間管理は自信があったんやけど、時間で負けてる。時間で負けてるよ。てか私はこの1年南極将棋を指したんでしょうか。皆さん数えてみてください。よろしくお願いします。まあ、結構数えの簡単なよな。ウォーズのマイページから飛べ。おい、よし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 。それはナルト？銀打ちか。いやー、それって、銀で逃げる角。いやー。いや。ちょ、これ時間が、マジで時間。時間イズ問題。角は、馬引かれるか！まあ、竜入っといてか。馬引くとちょっと一応金打ちの、両取りの筋が後で残るから。餅つけ！
3切れやと思え。そう。3切れやと思う。これ3切れ。3切れ3切れ。ちょっと息上がってきた。ちょっと緊張で息が上がってます。よろしくお願いします。金打ちの筋が一応ある。風なら金出て、歩成り取るとか、馬取るとか、まあなんかいろいろ。まあ歩にはさすがに引くんかな。一回引きましょう。次と金寄りましょう。ああ、もう何でもいいから勝たせて。指導対局で何でもいいから勝たせてって何やねん。舐めてますね。舐めてんのか。でも指導対局ってそんなもんか。そんなもんってやっぱプロの先生に勝ちたいもんな。もうお願い先生勝たせてっていうね。これは金張り付く。同銀同と。馬取れんのでかくない？馬取れんのでかいと見たい。馬取れんのでかいと見たいよ。どうなんですか？先生これ大丈夫ですか？先生取ってどう？馬銀が次あります、先生。桂馬は持ってないです、先生は。先生高みの堅いと思うんです、先生。高みの堅いと思うんです。まあ、これが桂損のパワーっすわ。あえてね、取らせて、この速歩に行かせて、その隙に行く。これは酔ったと思うな。同飛車は銀がきつすぎるんで、同馬ですけど、下から銀が、上からマリコ以来の、下から銀がきついんじゃない？に、引いたら頭金で積み、酔ったら金打ちで、同馬同竜っていう筋があるから、よーし！銀があるか、銀の方が効率いい？同玉なら頭金、同馬なら王様取れる。これの方が、逃げて、竜で取って、同飛車同銀ならずで桂馬取れるから、桂馬取れるというか桂取りになるから、効率よし。効率よし。そろそろ皆さんも信じる気になってきましたか？鬼殺しを。ね。最近達成率上がらないな。まあそう思ってる方いらっしゃると思うんですけど、一回胸に手を当てて聞いてみてほしいんですよね、自分に。あれ、鬼殺ししてたっけって。うん、鬼殺し足りてなかったっけって。ちょっと待って、そんな言ってたらマジ時間ない。そんなどうでもよくて、いや銀なる取られてよく分かってない。角成り同金桂馬、いやーよく分かってない、よく分かってないっす。自分よく分かってないっす。次、金打つか。角成り同玉飛車から詰む？さすがに詰むか。角成り同玉飛車。上がって金同玉飛車なり。寄られてややこしい。なんか変に王手して、詰まんが一番やってないからな。まあ、次は金ぐらいで縛るのが一番か。金ってでも詰めろな。金が詰めろか、怪しいっていうね。金同桂同金同玉飛車逃げて金で詰みか。角がこう効いてくるから。それはちょっともう。あー、それ違うわ。あれや、成銀取りや。これ桂取り見せながら飛車取り。かつ成銀受ける。これは押し刺さったでしょ。同飛車は同成銀が角成り狙えるようになるから、より厳しくなってる。それは角成れるよね。それは角成れるね。引いたら馬より、上がったら金打ち、同飛車同金。まあ、元祖鬼殺し。これ元祖鬼殺し3連勝。元祖鬼殺しで言ったら3連勝じゃない？え？やっちゃいけないことしない？いや、なんか1個めっちゃ跳ねてる。なんかめっちゃ逃してる。金取った方が良かったんかな？はい、5.28 段。序盤はやっちゃう。そして。何やんちゃとか言ってくれてんの？何やんちゃの一言で片付けてくれてんの？全然やんちゃじゃなかったけど。緻密。佐藤康光の緻密流並みの緻密だったんですけど。佐藤康光九段彷彿とさせてたでしょ。急所で間違えない強い将棋ですね。びっくり。
最後びっくりで明るい感じ出したらいいと思ってるやろ。許せない。どこが一番のポイント？青く光ってますね。あ、ここ？いや、ちゃうか。ん？あ、ここがポイントか。うわ、これ初やな。これ桂馬跳ねないの？マジ？将棋って2六歩なんや。3三角でちょっと角とケアして、歩に、あ、銀。あ、攻めの銀を使って、居飛車。で、金上がる。で、金に、あ、ちょっと銀上がった手に金上がって、歩ついて、6六歩。これ同角でタダなんですけど。同角なら、歩突き同歩同飛車で、交換できるのと、まあ、取られるけど、手順に金上がって、角取りにしながら、こう、桂頭をカバーしつつ、囲いが作れるから、OK ってことですかね。こういう手もあるんですね。こういう展開もあるんですね。2六歩は知らなかったですね、ちょっと。そういう手もあるんですね、AI 的には。でも人間的にはこうなんよな、やっぱり。人間界は、これで突き進んできたんで、これでね、飛車回って。まあ、桂損すれば勝ちということでね。これ最後、最後というか、ここなんやったんやろ。ちょっとここ見よ。このピーンと跳ねてるのは。本譜は、銀取ったけど、金取ればはっきりしてたんか。同玉で、ああ、そうか。で、切って、同桂なら、金打った手が王手金取り、金には同金で取れるけど、飛車取る筋ができるってことですね。だから切ったら同玉やけど、それでも金打って、同金は飛車取れるから、玉逃げるけど、飛車で金取れば、まあ綺麗にさばけてるってことですね。わあ、確かにこれちょっと焦って見えへんかったな。なんか、銀取って、なんか銀の筋とか銀の筋ばっかりちらついてて、あと、飛車浮かせて、ここに銀打って両取りとか、そればっかちらついて、ちょっと良くない攻めしてましたね。ただ、まあまあ、形勢優勢なのは保ってたみたいで、最後は、まあ、踏み込んだのも、功を奏して、まあ、なんとか、勝ったっていう将棋ですかね。最後の方は、時間焦ったけど、まあ、局面としては寄り形ですね。いやー、マジ？え、が、え？がん、元祖最強？元祖最強っすね、これ。やっちゃいけない。やっちゃいけない強さ。逆にやっちゃいけないかもしれない。お強いですね。系統って良くなったかと思いましたが、難しかったです。どうもありがとうございました。やっぱ、桂馬取っても難しいよ。もう、プロの先生のお墨付けましたね、これ。そういうことなんですよね。プロの先生のお墨付きが得られてしまったと。だからもう AI の考えは古い。もう桂馬跳ねないみたいなこと言ってましたけど、AI ってもう古いんですよね。一周回って桂損。これが将棋の真理です。皆さんもぜひお試しください。責任は取りません。ありがとうございました。